おはようございます。寒い冬、白菜がとってもお安くって美味しい季節です。ビタミンの C も多いんですよ。意外と繊維質もあるし、じゃん。白菜をこういう風にザクザク切ってあります。下の方にはこういう硬い部分が入ってます。硬い部分が下に入ってます。特にお水などは入ってません。このまんまの状態で、あとはウインナーを乗せます。朝ごはんにいいと思います。そしたらこの上からエサンテオイルをたらーり、体にいい油を使ってください。オメガ3、オメガ6、オメガ9のバランスが大事ですね。であとは軽く塩をパラパラして、胡椒をパラパラして、お塩ちょっとパラ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 、胡椒パラ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 、はい、これで白菜とウインナーの塩胡椒蒸しができます。あとは蓋を閉めてコトコトしたら弱火にして、白菜がちょうど良くなってたら出来上がり。粒マスタードとかをつけて召し上がると、朝ごはんにさっぱりとした朝食ができて、お野菜も寒くてもいっぱい食べれます。試してみてね。はい、さっきの白菜とウインナーの塩コショウ蒸しできましたよ。簡単でしょ。ただ入れるだけ。今日はこれを朝ごはんに食べます。ピリッとしててね、なんかパンチが効いててとっても美味しいんです。ちょっとマスタードの作り方もね、参考に手作りマスタードで召し上がってみてください。いつも見てくれてありがとう。